はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。ヌーンですね、12時でございます。はい、9月2日の月曜日ですね。ドル円 146.05、 ですね。ドルウォン、1338と押し返したんでみたいな感じですね。はい、行きましょうか。意味のあるメールは1本来てますか。はい、本題行きましょうね。大紀元にですね、こんなんが出てて、共産党が好きではない、中国の大学生がマルクス理論の授業中に公然と抗議。最近中国西安市の西北大学で行われたマルクス主義原理の授業中、学生が抗議する様子が動画に収められ注目を集めている。この動画にはマルクス理論を馬鹿げた理論と批判し、自身が中国共産党のメンバーでないことを明言した学生の声を鮮明に記録しているということでして、この学生さん多分もうその辺の道は歩いてないと思いますよ。もう授業には出てきてないと思いますよ。どこにいるのか知りませんけども、あのね、あのこのタイトルを見て改めて思ったんですけど、あの中国の学生って多分ね、文系理系専攻学科問わずですね、マルクス主義理論というのは必ず必須科目になってて、多分週1では聞かんのちゃうかなと思うんですよね。マルクス主義と毛沢東思想とですね、もう一つなんちゃらぐらいは週3回ぐらいはですね、その講義を聞かされてるんちゃうかなと思いますね。あのでですね、ちゃんと単位取得のためのですね、試験もクリアしないとですね、卒業させてもらえないんちゃうかなということですね。壮大な無駄ですね。あのね、でもね、あんまりね、人のこと笑えないんですよ。日本もね、日本のね、経済学部にはね、マルクス経済学の先生まだいっぱい残ってると思いますよ。多分東大にもいるでしょうし、例えば法政とかね、あの早稲田とかね、ああいうところには絶対いると思うんですよ。それで、関西では立命館とかね、京大にもいるんじゃないのかな。あのマルクス経済学というのはですね、まあ昔のそんなあってんでという、こう、まあ教養の一部としてはですね、面白いもんかもしれません。確かにあの、何やったかな、なんたら理論ですね、出てけえへんやん。あの、すべてはこう、ものの価値によるというやつがありますよね、あれ。なんたらなんたら、ええやん。まあ、そのマルクス主義経済学ですよ。あの、で、あれは現代の経済を理解するには全く役に立ちません。全く役に立ちませんけども、まあ、教養の一部としてですね、さらっとやる分にはいいかもしれません。でも、そんなんをね、経済学と称してね、教えてること自体ね、これ犯罪に近いんちゃうかなと。人類に対する犯罪ちゃうかなと思うんですけど、でも日本の大学でも行われているんですよ。でも、もう行われていない大学もあると思います。あの、ただね、あのね、あの、唯物史観ね。唯物史観は、あれ、教養としては面白いかもわかりません。あの、知っておく価値はあると思いますよ。でも、マルクス経済学何の役も立たない。ある時ね、もう10年ぐらい前でしょうかね。ちゃうわ。そんな前ちゃうわ。7、8年前かな。6、7年前かな。あの、ここにね、あの、某ですね、某、日本一、左としては、左派としては日本一大きな新聞、あの新聞ありますよね、築地にある。あの新聞のですね、かなりベテランの記者さんがいらっしゃってですね、もう半日ぐらい喋ったの、ここで。いやー、楽しかったですよ。いや、むちゃくちゃと教養人なんですよ、やっぱり。でもね、やっぱしね、左なんですね。ほんで僕はね、あれなんとかさんって、また日本にはね、マルクス主義経済学を教えてる先生が2000人ぐらいいるらしいですよって言って、笑い話にしたら、すっごい真面目な顔してね、あのね、マルクス経済学もね、今風に直したのがあるんだよとか言われて、その人経済学部やったかな。確かお父さんが高名な経済学者かなんか、ね。ほんで、いや、それ誰ですか、教えてくださいって。教えてもらえませんでしたけど。いや、マルクス主義を、主義経済を今風にやってる先生がいるっていうんですよ。まあね、あの、教養としてはですね、興味の対象としてはですね、そう、どういうふうに言うたはんのか知りたいですよね、私は。
まあそれは置いといてですね、つまり中国の学生はそういうしょうもない、全く役に立たないどころかですね、あんまりそれにすり、それがす、を刷り込まれたら非常にまずいというですね、まあカルト的な、あの、共産主義って基本カルトなんですよ、あれ。あの、信じる者は騙されるっていうですね、まあ、あの、信じてしまったらもうそれ最後で離れられないんですよ。刷り込まれてしまったらですね、もちろん、あの、離れることもできますよ。できますけどもですね、ちょっと厄介なカルトと一緒なんですね。でそれをですね、刷り込んでるんですよ、中国は一生懸命真面目に国を挙げて、ですね、そうなるとやっぱりね、あの国の学問の基本が弱くなりますね、つまりですね、マルクス主義が素晴らしいというふうに刷り込んでるわけですね。で実態と異なるでしょ。中国経済って基本的に資本主義で回ってるんですよ。あので、資本主義的に発展したんですね。でベースは資本主義なんですよ、経済のベースは。でそこに共産党が介入しているという形、実は非常にいびつな形で、昔の日本とよく似てますね。あの、基本資本主義で回ってるんですけど、時々役所が介入してぐちゃぐちゃにしてしまうというですね、まあ、それと構造は似てます。あの、役所が規制でガン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 、俺の言うこと聞かへんかったらこれ許可せえへんぞとか言ってアホなこと言ってくるわけです。あの、共産党の場合はですね、これはもっと共産主義的にやるな、俺たちが許可せえへんぞと言うてくるわけで、よく似てます。よく似てますけども、あの、日本もそうですけど、役所が介入すると必ずワイヤーになるんですね、その事業自体が。あの、半導体がいい例ですけども。で、向こうは共産党が介入すると必ずその会社はダメだということですね。現にアリババとかそうなってますよね。つまりそういう、こう、どっちかとマイナスに働くしかない理屈なんですね。社会主義、共産主義というのは。それを真面目に刷り込んでるっていうのは、やっぱしあの国の学問系統、つまり現実を見ないでですね、そういうこう、なんていうか、理屈だけで突っ走ったものが一番いいとされてるというのをベースにすると、学生たちは現実というものを軽視してくるでしょう。学問全体が共産主義っぽくなければいけないなんてアホなこと言ってるわけですよ。だからあの国の学問がですね、やっぱり共産党が、あの、そういうふうに介入する、学問にまで介入することによって、あの国の学術面、アカデミズムというがものがいつまでもですね、なんていうか、おかしなままというか、全く進化しない、特に社会科学系が弱いにくなるんでしょうね。まあ、それは仕方がないと仕方がないですけどね。で、あの、自然科学系もね、やっぱしね、そこに介入してくるんですよ、共産主義が。そうするとやっぱり弱くなるわけですね。なんで、やっぱあの国をダメにしているのはですね、共産党なわけですよ。あの、共産党の力が強くなればなるほど、あの国はダメになるんです。だからもうぜひともですね、これからもですね、あの、学生にはですね、もう社会主義、共産主義、マルクス主義、毛沢東思想に習近平思想もありますからね、もう片っ端から飛び込んでほしいですね。そうするとですね、あの国はですね、いつまでもアホなことを言い続けるということになります。はい、ということで、この大紀元ですね、中にはね、こうやってね、こう、まともな学生も現れるんですけども、それを口に出した途端ですね、次の日、今はもういなくなるという、そういう国でございます。共産党が好きではない、中国の大学生がマルクス理論の授業中に公然と抗議というタイトルの記事です。アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。